ドワーフウッドランドナンバー276プラウド、鉱山に向かう小人たちを守ってあげよう。1、小人の家1階、クエスト中の全ての敵を一旦フィニッシュで倒せ。敵を15体以上撃破、一撃で2万以上のダメージを当てる。バーストは含まれない。ラージボディレベル218。今日から仕事再開なんだが、うん、ちょっと困ったことになったんだ。おほほ、おとぼけが鉱山の鍵をどこかで落としてしまってね、うん、みんなで探しているところなんだ。へん、大方鉱山から家に帰る途中で落としたんだろ。ハートレスから小人たちを守ろう。ラージボディを倒せ。クエストスタート。見つからないね。うん、どうせその辺に落ちてるに決まってる。ウケる、ホコリもいつも怒ってる。ドワーフウッドランドナンバー277プラウド、鉱山に向かう小人たちを守ってあげように。鉱山へ続く道、クエスト中の全ての敵を一旦フィニッシュで倒せ。アビリティ障害数5回以上でクリア、1000以上のルクスを入手してクリア。レッド組スラスターレベル218。レッド組スラスターを倒せ。クエストスタート。さあどうなるかな。鍵なの見つかったよ。これからみんなで鉱山に向かうところだ。うん、分かった。よし、オッケー。久々だね。さて魔法の鏡を、今この時最高の美しさは誰？死の小人の小屋に住むあの白雪姫が最高の美しさです。ウケ。白雪姫は私の差し向けた兵士が亡き者としたはず。白雪姫は今もこの世で最高の美しさ、兵士は手を下せなかったのです。何、私を騙すとは。かくなる上は私が小人たちの小屋へ、思いもよらぬ姿となって行けば、魔法の薬で女王から物売りに変身しなければ。やばい、老婆の姿になって毒のリンゴじゃ眠りながら死ぬ。毒のリンゴを一口噛めばそのまま目を閉じ永遠に眠る。恋人のキスで目覚めるなどあるまい。あはははは。はドワーフウッドランドナンバー280プラウド、
鉱山に向かう小人たちを守ってあげよう。5、鉱山第一航空、クエスト中のすべての敵を一旦フィニッシュで倒せ。ラージボディを一旦以内で倒す。ウィードプラントレベル218、ウィードプラントを倒せ。クエストスタート。いいね、こっち側にもいた。また閉じ込められないように気をつけなきゃ。だね。はい、オッケー。全員揃ったみたいだな。それじゃあ仕事再開しよう。うん。小人たちは無事仕事を再開したようだ。白雪姫の様子を見に小人の家に向かおう。ドワーフウッドランドナンバー284プラウド。タギギを集める白雪姫を守ってあげよう。1、マップ小人の家1階。クエスト中のすべての敵を一旦フィニッシュで倒せ。敵を10体以上撃破、1000以上のルクソに入手してクリア。ウィザードレベル218。あら、こんにちは。愛してるぜ白雪姫。みんなが戻ってくるまでに焚き木を拾っておこうと思ってるの。白雪姫が焚き木を拾っている間、ハートレスに襲われないように守ってあげよう。ウィザードを倒してクエストスタート。あ、そうか、この中にさすがにいたらやべえもんな、敵が。あ、いるね。マックロプロスケだ。魔物に気をつけなくちゃ。あなたも気をつけてね。ウケ、おっとりしてるよね。はい、オッケー。ドワーフウッドランドナンバー286プラウド、焚き木を集める白雪姫を守ってあげよう。3、暗い森の入り口、クエスト中のすべての敵を一旦フィニッシュで倒せ。アビリティ紹介数5回以上でクリア。インビジブルを一旦以内で倒す。アーマーアーチャーレベル218。アーマーアーチャーを倒せ。クエストスタート。あー、こっち行かなきゃいけないね。レイニーラウドに。ここにいたのか。
いけないよ。レベル301、アバターコインを55ゲット、エピが全回復。これだけあれば十分ね。みんなが戻ってくるまでにお食事の支度をしなくっちゃ。ドワーフウッドランドナンバー287、プラウド。小人たちの様子を見に鉱山へ向かう1。小人の家、クエスト中の全ての敵を一旦フィニッシュで倒せ。アビリティ紹介数5回以上でクリア。1000以上のルクスを入手してクリア。ワッブルチップとレベル218。みんなの帰りが遅いわね。何もなければいいのだけど。もし魔物にでも襲われていたらどうしましょう。ねえ、もしよかったら様子を見てきてくださらない？うぃ。小人たちの様子を見に鉱山へ向かおう。ワッブルチップと倒せ。クエストスタート。ああ、それで行って帰ってくるまでに、クライギーネがっていうパターンだっけ。あの老婆によってね。なんとなくこの辺覚えてる気がする。みんなのことお願いに。はーい。いいね。ドワーフウッドランドナンバー292、プラウド。小人たちの様子を見に鉱山へ向かおう。6。鉱山トロック分岐路、クエスト中の全ての敵を一旦フィニッシュで倒せ。アビリティ紹介数5回以上でクリア。1000以上のルクスを入手してクリア。アイスプラントレベル218。アイスプラントを倒せ。クエストスタート。プラント。はい、オッケー。ファー、また閉じ込められちゃったよ。最近暗いところに閉じ込められてばっかりで困ったもんだな。いや、あんたが実は家に帰ろうとしたら魔物に出口を塞がれてしまってね。あら、立ち往生していたところなんだ。すまんが魔物をやっつけてもらえんかね。ウキ。ドワーフウッドランドナンバー295、プラウド。鉱山の出口を塞ぐ魔物を倒しに向かおう。3。鉱山第一航空、クエスト中の全ての敵を一旦フィニッシュで倒せ。敵を10体以上撃破。ワップルチップ等を一旦以内で倒す。レイニーラウドネス、レベル218。レイニーラウドネスを倒せ。クエストスタート。イエーイ。まずトルネードしてから。魔物に出口を塞がれてるんだ。うん。なんとかしなきゃね。
っても強いからな。OK。助かったよ、ありがとう。もう家に帰れないかと思ったよ。うん、たたた、大変だよ。やっぱり光がプリンセスが大きな闇に。ごめん、また後で。あら、おい、この一大事に何をぼーっとしてるんだ。女王が白雪姫を捕まえたんだよ。やば。そうそうそうなんだ、あんたも一緒に来てくれ。うん。やばい、これはただのリンゴじゃない、願いが叶うリンゴさ。お願いが。そう、一口かじればどんな願い事でも叶うのさ。本当？やばい、本当だともさ。何か願って一口を食べ。ナンバー297プラウド、白雪姫を助けに向かおうに。鉱山へ続く道、クエスト中のすべての敵一旦フィニッシュで倒せ、アビリティ紹介数5回以上でクリア、ラージボディを一旦以内で倒す、アーマーナイトレベル218、アーマーナイトを倒せ、クエストスタート。さあ急いでね、戻ってるところですが、レアドロップ獲得。よし、オッケー、やばい、食べちゃう。さあ願い事。私のお願いは、王子様が私を城へ連れて行き、いつまでも幸せに暮らせますように。いいよそれでね。さあお食べ、願いが消えないうちに。あら、なんだか変な気持ち。もうすぐ息が止まるだろう、そして永遠の眠りに。はっ、はっ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 は。さあこれで私が世界で一番。やばい、おい魔女だ。ああ。ドワーフウッドランドナンバー298プラウド、魔女を追って暗い森に向かう1。暗い森の入り口、クエスト中のすべての敵を一旦フィニッシュで倒せ、アビリティ紹介数5回以上でクリア、ディフェンダーを1体以上撃破、レッド組スラスターレベル218。魔女は暗い森の奥へ逃げた、追いかけるぞ。レッド組スラスターを倒せ、クエストスタート。
魔女はあっちに逃げていったよ、うん、あ、BGM が変わらない。心のつながりが簡単に引き裂かれたりするもんか。キューってのが痛いな。ドワフットランドナンバー300プラウド魔女を追って断崖を進もう。断崖へ続く道、クエスト中のすべての敵を一旦フィニッシュで倒せ。アップルヘッドを一旦以内で倒す。35秒以内にクリア。ビッチボマーレベル218。ビッチボマーを倒せ。クエストスタート。こっちだ、早く早く。あぶねー、このアクセルのあれモーションが長いから時間かかるんだよね。あ、やばい、危ない。雪姫、幸い彼女は闇に覆われたんじゃない。でも深い深い眠りに落ちてしまってるようだ。可能性はなくはないけど、ダメだ、君にはその力は使えない。ああ、あ、キス、愛してるぜ。いいね。そうか、王子は白雪姫と心でつながっていたんだ。だから今ここに現れることができた。素晴らしいね、心の絆はとても強い力だ。君ももうその力を手に入れているのかもしれないね。ドワーフフットランド。